今日は野志市長に新型コロナワクチン接種と松山市の動画チャンネルについてお話を伺います。野志市長、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さて、2月1日火曜日から一般の高齢者への新型コロナワクチン3回目の追加接種が決まりました。はい、もう皆さんご存知のようにワクチン接種は任意ですが、多くの人に受けていただくことで発症者、また重症者、医療関係の負担を減らすと期待されています。で、65歳以上の一般の高齢者の方ですが、2月1日から前倒しして開始です。2月は2回目の接種から7ヶ月以上経過した方、3月からは2回目の接種から6ヶ月以上経過した方です。また64歳以下の方は3月から2回目の接種から7ヶ月以上経過した方です。接種できる時期に合わせて順次接種券をお送りしています。接種券が届いた方から予約をお願いいたします。で、使用するワクチンですが2種類ありまして、はい、ファイザー社と武田モデルナ社のワクチン2種類となっています。接種の場所は松山市内の医療機関での個別接種と集団接種ですね。こちらは松山市のホームページで確認ができます。はい、続いて予約方法です。はい、予約の方法ですが3つあります。ワクチンコールセンター0899093353、0899093353ですが、午前8時半から午後8時まで長く受け付けています。土曜日、日曜日、祝日もやっています。聴覚に障害のある方はファックス0899488022、0899488022です。2つ目、24時間受付の予約専用サイトもございます。松山市のホームページや公式の LINE からアクセスできます。またご自身で予約するのが難しいという方もいらっしゃいますので、そういった方、3月31日木曜日まで公民館で代行予約をしています。また引き続きですね、1回目2回目の接種ができていない方の予約も継続して受け付けています。もうこれですね、引き続き1人でも多く、はい、できるだけ早く、何よりも安全に安心して接種いただけるよう松山市努めてまいります。はい、さて松山市の動画チャンネルのお知らせです。はい、こちらですね、市民の皆さんに分かりやすく情報を伝え、また愛媛県の内外に松山市を PR するため動画で情報を発信しています。やっぱ動画は分かりやすいですよね。で、今日ちょっとご紹介しますのが3つ、道後温泉歴史をつなぐ未来へ残すといいまして、第6弾までできているんですが、今あの道後温泉本館工事をさせていただいてます、はい、保存修理工事ですが、その内容やその意義を伝えるものです。工事かって言ってうつむいてしまうんじゃなくて、工事だからこそ見せられるものがありますよね、はい、そういったものをですね、なかなか工事ですから皆さんど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 ん入っていって見るっていうわけにいかないですから、まあ、代表して撮らせていただいて皆さんに見ていただいております。ではこの道後温泉歴史をつなぐ未来へ残す、ご覧いただきましょう。道後温泉本館保存修理工事の前期工事が完了しました。有神殿玉の湯塔の銅板屋根は緑青から赤金色に変わり、昭和44年の吹き替え当時を連想させます。外部だけでなく内部も修理を行いました。金箔や銀箔で覆われた襖などは京都に運ばれ、専門の職人の手により修理が行われました。今回は襖に注目してご紹介します。襖に修理を施すのは、歴史的建造物などの襖の和の失礼に携わっている京都の職人です。襖は多くの和紙が重なってできています。その過程をご紹介します。この骨って骨下地って言うんですけど、これが、動かないようにコード紙っていう紙を使いまして、
どうするんですかって言うて、うん、薄い紙に糊をつけるとね、持っていきにくいんですよね。色になってるのをベタッて、あ、この上からもう、この紙をベタで貼ってあげる。で、これをと、これが6回してある。6枚目です、これが。もうすでにここで60になってる。手落としてやる。お今、玉座の間の襖や障壁画の修理前の様子です。修理後はご覧の通り、保存修理工事により鮮やかな輝きを取り戻しました。では2つ目です、はい、離島ディスカバリーという動画ですね。普通離島というと離れた島って書きますが、そうですよね、離れた島と書くとちょっとマイナス思考になってしまいますよね、はい、ですので私師匠にならせていただいて、最初の離島構想から里島と書いてるんです、はい、島の人にとってもふるさと、また島以外の方からもふるさとだなって感じてもらえるようにというので、離島構想、この字を使います、はい、で、離島ディスカバリー、離島の魅力を発掘するという動画なんですが、去年の8月に第1弾ができまして、毎週1週間に1度新作を更新してまして、全て1分程度です。1週間1度っていうのがすごいですよね、はい、で多くの方見ていただいてまして、松山市の忽那諸島の魅力を伝えるもの、最近のものや特に視聴が多いものをご紹介をいたします。2月まで全26本揃うことになりますけども、こちら離島ディスカバリーご覧いただきましょう。カニが抱き合い、ホタル舞う。新しい宿泊施設も完成した瀬戸内リゾートの超穴場を紹介します。オーシャンビューの宿泊施設、星フルテラス姫ヶ浜がオープンした松山市中島。美しい島々が連なる忽那諸島の拠点となる島です。みかんとトライアスロンの島として知られる中島では、マリンレジャーや島グルメを満喫できます。さらに島だからこそ残る文化や自然が生み出す神秘的な風景に出会うことができます。こちらは年に一度、真夏の大潮の夜にだけ見ることができる赤手ガニの産卵です。メスは海へ降り、力を振り絞るように産卵します。そして体力を使い果たしたメスをオスが抱きかかえるようにして山へ帰っていくのです。心地よい潮風を受けながら美しい風景を眺める、そして島の情緒を感じる、忽那諸島はまさにサイクリングアイランドです。景色が良くて走りやすい、サイクリングにぴったりの場所が忽那諸島。
さまざまなサイクリングイベントも開催されています。こちらは松山北高中島分校の高校生たちがガイドやコンシェルジュとなって開催される高校生プレゼンツ中島文化財サイクリングツアーです。忽那諸島の多くが自転車を持ち込まなくてもサイクリングが楽しめます。スポーツサイクルや坂道もスイスイ登ることができる e バイクがレンタルできるところも。景色が素晴らしいだけじゃありません。サイクリングだからこそ体感できる島の情緒をあなたも感じてみませんか。続いて三つ浜です、はい、全5本あるんですが普通だと字は三つ浜この字になりますよ ね、 そうですよね。漢字この浜カタカナは三つの魅力にハマってもらおうという意味ですね。その浜です。地域の皆さんとのまちづくりが評価されて令和3年度地域づくり表彰で最優秀に相当する国土交通大臣賞地域づくり部門を受賞しました。三津浜地区の特徴的な食、古民家、港文化などを紹介しています。こちらですね、あの短い VTR なんですが、あの音楽に乗せてテンポがよくてちょっとクスッと笑えるようなそんな作品になっています。三津浜ご覧いただきましょう。いろいろと見ていただきましたけども、はい、その他南クリーンセンターの利用方法を分かりやすく説明した動画っていうのもあります、はい、今のコロナのことがあって巣ごもりなんていう言葉も出てきましたけど家で過ごす時間が増えてあの家の整理される方もいらっしゃいます、はい、クリーンセンターへということで分かりやすくその説明した動画、また災害に備えていただくことも大事ですから災害に備えるための動画全12本も公開中です。これからもですねやはりあの皆さんに分かりやすくっていうのを大事にしながらさまざまお伝えしていきたいと思ってます。はい、ぜひ皆さんにも楽しんでほしいですね、はい、市長今日もありがとうございました、はい、ありがとうございました。